しまった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして、麦わらの一味、マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に怒ればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。雷にやられたのはお前たちではなかった。ハニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。数々の困難を突破しサンジを奪還したルフィたち麦わらの一味、ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い煩いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほどおいしい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマム。直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベエ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。